聞いてください。アクチュアリシングル、アクチュアリーを初披露させていただきました、そして今発表になりましたが、29枚目シングルのセンターは 新センターは、5期生の中西アルノが務めることとなりました。はい、よろしくお願いします。します。じゃあアルノちゃんから皆さんにご挨拶お願いします。今回センターを務めさせていただくことになりました中西アルノです。私がこの場所に立つことに不安を思う人がたくさんいるかと思います。ですが乃木坂46の10年の歴史とその名に恥じぬように精一杯頑張りますので
これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでそのセンターに決まったんですが、やっぱりアルノちゃんも突然のことで本当に今不安な気持ちでいっぱいだと思いますし、私自身もちょっとポジションは違うんですけど、走り出している乃木坂46の中に入ってくる不安だったりどうしたらいいんだろうっていう気持ちっていうのはすごく共感できる部分があるので、しっかりここから寄り添っていきたいなと思いますし、そういう時に支えになってくれたのはここにいる周りにいるメンバーだったり、そして笑顔で迎え入れてくれるファンの皆さんでした。なので温かく迎え入れていただけたらなって思いますし、あとはこれからいろんな壁をアルノちゃんが乗り越えていくと思うんですけど、その壁を乗り越えていった時に皆さんがアルノちゃんが新センターになって新しい乃木坂の姿が見えたなって笑顔になってもらえるように私たちも全力でサポートしたいと思いますので、中西アルノの応援をよろしくお願いします。ということで緊張したでしょ。しましたね。そうだよね。よくこんなね、この会場だけの人じゃなくてたくさんの方が見守ってくださってたから、ね、頑張りましたね。